八じ山スリート第65弾、始まります おはようございます笠井正義です YouTube ラジオ矢島ソリート第65弾もですね最近気になるニュースのご紹介をしてまいりたいと思います最後までねどうぞごゆっくりとお付き合いくださいということでまず最初のニュースなんですけれども うーん最近ちょっとやっておりませんでした今の流行り病のニュースなんですけれどもお今流行っておりますんですねオミクロン株に対応した、まあ、いわゆる予防接種ですねの4回目の職場接種が17日に開始されましたとさて職場接種が再開始されたのはどこかと言いますとですねこの日、全日本空輸。 ANA、ね、と日本航空 JAL、ね、は羽田空港で職場接種を実施 ANA のパイロットや客室乗務員は CA さんですねなど16人と、えー、JAL の CA さんなどの予防接種がですね行われましたということなんですけれどもこの報道を受けてですね この航空業界で働いておられる方からも、まあ、いろんな声が上がっているようです。えーっとまあ、今東京だけじゃなくてですね、えー、関西国際空港でも職場接種を実施すると、えー、10月中はですね1人当たり最大です100人前後11月以降は200人前後の接種を予定しているということなんですがそれでですねその 高級航空業界でこのことにちょっと意気ありという方のですねツイッターがですね面白いんですよ、ねまあ、面白って言うから、ね、まあある種話題にもなってるんですけどこのね航空機のパイロットは本来市販の風邪薬などを服用した場合であっても乗務停止になり専門医の許可なしに フライトでできなないそうなんですねまた許可発売から1年経過していない新薬については安全性が確認できていないため使用してはならないとこれ法律で定められてるらしいんですよ。でこのことと先ほどの職場接種が始まるよと、ね、4回目ですよのことについて追悼されておられます。 おそ、ね、もう完璧に教会のこの航空業界の方やと思いますなんならパイロットの方かもしれませんこういうツイートなんですね実際のツイートをご紹介しますと航空業界人ですパイロットって市販の風邪薬ですら飲んだら業務停止になり専門の医師の許可が出ないと飛べないくらい薬に厳しいんですよと献血もできませんああそうだよね でも今回の予防接種は特例で数日副作用の経過を見て乗務可能って国交省が通達を出していますとおかしいことってなんか気づかないですかっていうねツイートを上げておられるんですよおかしいよねおかしいでまた同じ方のツイートなんですけど この業界を苦しめいわゆる航空業界ね航空業界人がみんな大嫌いな笑うって書いてます国交省航空局が出している通達ですどう考えてもおかしいそしてですねこのツイートの後にこのね国交省航空局の通達のね原文を載せてあるんですよそしたらね これ今おっしゃってたこと、まあ今おっしゃってたことが嘘だと思う言はしないんだけど、これがね、ちゃんと書いてあるんです。この文章なんて書いてるかというとね、指針にの許可発売から1年を経過していない新しい薬に対しては、航空業務に関わる安全性の確認が不十分でありなお、この場合においてもしないこと。要は、結局、やったらあかんってことですよ。 で、これについて、ね、えー、なお、この場合においてもしないことについては、この流行り病ね。流行り病に対して適用しないものとするって書かれてるんですよ。これ、正式な文章ですよ。だから、今までは、ね、先ほどの、あの、航空業界の方ですとおっしゃってたみたいに、 発売されて一年を経過してない薬はもう絶対ダメ。で、またそしてその薬が航空業務に差し障りがないっていう保証がない限り飲んではダメ。やったんですが、今僕言ったみたいに今回の流行り病に対して適用しないものとすると。なお、この場合においても、 予防接種による、今回のね、注射による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で接種を受けることが望ましいと。いうことなんですよ。これね、ボワーンと書いてるけど、これ、業、業界に読むというか、要は、言うはどういうことかというとね、その、要はパイロット、航空業界の人も、売っていいと。 この予防接種をしていいですと。適用しませんと今までのことは、ただし、この予防接種が、ま、要は、効くかどうか、とか、副反応が出るかもしれません。っていうことは、知っとってねって言ってるんですよ。だから、期間かもしれへんよと。知っとってねと。これ一応了解してねと。 副反応のリスクの双方について理解した上がいいでやから、副反応が仮に出ても、出るかもしれへんけど、それはね、今回特例やから、ね、もう、多めに見てね、という風に書かれてるんですよね。うーん、でね、この方のツイートね、まだ続くんですけど、 今、国交省主催の安全対策会議に参加中で、このツイートを書いてるんですけど、ああね、もうやっぱりパイロットの方なんかな、っていうか、もしかすると航空業界のかなり偉い方かもしれないですね。こういうのに出てはるのにね。このツイートを書いてるんですけどね、何が安全対策だと。何も情報がない史上初めての予防接種を 運行乗務員をはじめてする、始めとする、すべての関係者に打たせないことが何より安全対策だろうがと、せめて、数年は様子を見る、すらしなかったこと、俺は一生忘れないからな、というふうにおっしゃってるんですよ。だからもう皆さんご、まあ僕も、あのー、実はあ、パイロットの方、 すめ、スメ知ってるんですけど、本当にね、厳格、性格いいしね、本当にいい人たちばっかりでね、ああ、やっぱこういう人しかパイロットになられへんのかと思うぐらいね、いい人たちで頭も切れるしね、あのー、嫌味なところも全然な,な,ない、なんかほんま優れた人ばっかりなんやけど、ただやっぱりね、健康管理とか、お酒大好きな人もいらっしゃるんだけども、何時間前にはもう,もう何時間ちゃか、何十時間前には飲んだらあかんというふうになったら、 もうね、飲みたい時でもノンアルで我慢してますとか言う人いくらでもいてますよ。ね。で、当然、ここに書かれてるみたいに、風邪薬も飲んだらあかん。献血も行ったらあかんと。こんだけがんじがらめに縛られてる人たちに対して、今回のやつは、ね。もしかしたら不安のあるかもしれへんよと。ね。もしかしたら危険かもしれへんけど、売ってもええよと。言ってるんですよ。ね。 これだから、この方がね、おっしゃってるね、この高級航空局の通達で、航空機、えー、っと航空機乗り、えー、航空機乗員組合の使用する、えー、医薬品の取り扱いに関する指針っていうのもあるんですって、これね、めちゃくちゃ厳しいらしいんですよ。なのになんで今回は認めたんだって。 っていうことに、やっぱりね、疑問を提しておられるんですよ。航空局の役人さんよ、と。何が業界のためになるのかしっかり考えてくれませんかまあ、西洋医学者ばっかりだから無理か、っていう風に嘆いておられます。また、えっと、続きがありましてですね、補足しておくと、風邪薬でも飲めるものはあります、と。 ね、だから全部の名品わけじゃない,ないっていことだよね。けど、それがどんなものなのかチェックしないと飲めませんと。販売から1年が経っていなかったら、安全性等の確認が不十分であり、航空業務に使用しないことって書いてあるんですよと。ね、今回の予防接種は、めっちゃ人が、まあ、言うたら、ね、うん、亡くなってるって聞くんやけど、と。 それ僕の間違いと。でね、このツイートに対してね、多くの方の意見が寄せられてます。ね。でね、これは多分ね、この方の、その、意図とは反するもんなんですけど、まあ、しゃあないのかなとは思うのはね、多くの方はね、飛行機乗るの怖なったって書かれてるんですよ。うん、なんかね、そういうつもりではおっしゃってないと思うんですよ。 だけどね、その気持ちもわかるよねうん。でね、まあまたこんなご意見もありました。素晴らしい発信をありがとうございますと。風邪薬でもそれほど厳しく生活の、えー、節制生活も節制してお仕事されている乗客の命を守ってくださってるんですよね。と。そのような方々が、まあこのね、打たされているのはとても悲しいと。 海外在住なので一時帰国の際はどうしましょうっていうふうに書かれておられました。ねだから、このことに対してね、多分意図違うと思われたんでしょう。このね、飛行機に乗るのが怖くなったという人たちに対しての、まあ、フォローツイートもされておられるんですね。安心させるためってわけじゃないんですが、飛行機は止まれないという他の 交通機関と決定的に異なる側面があるので、飛行機のシステムとその運行は異常発生を常に想定しています。ということなんですね。うん、なるほど。そうはね。いろんな乗り物あるけど、止まれんっていうのいや,いや、そういうことねこう。途中で止まれんいうことね。それは着陸したら止まれるんやけど、飛んでる最中止まったら落ちてまうわけやから、結局ね、止まれない唯一の乗り物やから、 異常事態があってもね。だからその異常事態を常に想定してますということなんだそうです。まあ、当然、そうかとは思うけどね。で、この方が続けておられるのは、一人が体調不良で操縦できないものも当然想定されてますということなんですね。これは、クルーインキャパシテ,ィテーション。覚えてる おうてるから、クルー・インキャパシテーション。この、カタカナ読みで、恐縮でございますが <laughs>。まあまあ、たぶん、そんなこっちゃろ。ね。に関するマニュアルもありますと。でね、この、もうこれなめも言うの嫌やな。インキャパシテーション。<laughs> えー、これね、またね、娘がね、初音なりで怒るんやけど、まあ、知らないよな。もうなめも言うてはうけどね、インキャ,ャパシテーションとは、英語で言うとですね、 まあ要は能力を失うことっていう意味なんですよ。それで航空業界でこの言葉を使われることは非常にまあ多いというか、あの想定としてあるそうなんですが、一般的に航空機の乗員が何らかの理由でですね、操縦不能、要は操縦能力を喪失してしまう意味、喪失してしまう意味として、このクルーインキャパシテーションっていう 言葉を使うんだそうです。だから、これを想定した。要は、すなわち、パイロットの一人が、操縦不能になった。操縦能力を喪失した。っていうことに関しても、ちゃんとマニュアルもあって、そういう想定をしてます。ということ。まあ、そはそう、まあ、そういうことでやね。うんって思いますわ。で、このね、まあ、国内で、 インキャパシテーションが起これば重大インシデントとして報告されニュースにもなるでしょうと。ちなみにコロナ前の予防接種前からもインキャパって言うんですねこの人たちはね。インキャパ自体は世界中で何でも何度でも起こってますやで。はあ起きてんねんね。まだ国内では発生していませんが これからは確実に起こると予想していますと。絶対に発生して欲しくはないんですが、っていうことなんですよ。だから、結局、そういうことは、その想定はしてますと。ね。まあ、おそらく、パイロットは2人ね、必ず乗ってらっしゃるわけですから、どちらかがその操縦不能になったとしても、 全く、その、運行には支障を呼ばんという状態にはしてますよと。んで、その、まあ、二人同士ってことは確率的に見てほぼほぼないでしょうからね。あの、まあよくなんかテレビのクイズなんかでも出てくるパターンといえばパターンですけど、あの、で、長距離、例えば海外に行くパイロットの方の食事は、要は、機長と後輩ね、副操縦士さんは、 違う食事なんですね。だから同じ食事とって食中毒になっても結局違う料理を食って食中毒になる確率っていうのは確率論から言ったらものすごい低いわけじゃないですか。だから必ず二人は違うものを取るとかそこまでやっぱり考えられてるわけですからこういうことがね万が一起きても大丈夫ですと。で、もっと言うと国内では一件も起きてないからね。外国ではちょいちょい起きてますと。 ね、いうことだから、まあ、安心してください、というふうにはおっしゃってるんですが、おっしゃってるんですけれども、先ほど、ここにちょっと締めくくりにあったように、もし、ね、これからは、国内でも、起こると、じゃないかと予、予測をしていますよ、ということなんですね。うん。これね、 実はこのもうすでにね海外の航空会社ではこの今回のね予防接種を義務化した結果多くのパイロットがもう実際にお亡くなりになったり心臓などに異常をきたして退職をよくなよくな余儀なくされているっていう方がですねまあまあ多いそうなんですよ。結局ところが その、それが原因かどうかは分かりませんっていうことで、ま、いろいろ、うやうやにされてる可能性はあると思います。ね。それこそ、あの、コーヒー飲んだら体に悪いっていうのを証明できへんってよう言うじゃないですか。悪魔の証明やないけどね。うん、とか、それに結局近いかもしれないけど、でもおそらく統計とかはいろんなところから言うと、 これが原因じゃ,、ね、じゃないかなとしか思われないものでそういう被害に遭われてるパイロットの方が多いということを、まあ、把握はしておられるようなんですね。で、そのために今回の予防接種によって航空安全が損なわれたとする声明を航空関連の国際連合組織がもうね、すでに発表されてるそうなんですよ。ということは、 やっぱり結局今回の予防接種において何らかの不調を訴えたパイロットの方が多いっていうことですよね。で先ほど来あるみたいに結局風邪薬ですらね飲んだらあかんとちゃんと大丈夫かどうかねその口腔に専門の医者お医者がね うん、こう、良い,いというもの以外は絶対飲んだらあかんって言ってるにもかかわらず、今回のやつは、まあ言うたら、バンバン売ってるということなわけですよ。確かにね、そう考えると、うん、まあ、怖いという言い方をしたら何なんだけど、その、安全のために、 乗客の安全のためにこういう予防接種はしていただいているっていうのが多分国の方向性なんやろうけど、この方が疑問を呈しておられるように、それほんまかと言いたくなりますよね。うん、そう思いますよ。結局ね、この国土交通省はこんな状況をね、先ほど国際的な航空の業界の組織が その今回の予防接種によって、航空機の運航に対して支障があったという訴えをしてるにもかかわらず、まあ言うたら、無視して、パイロットの方とかね、CA さんとか、いろんな業務に携わる方に予防接種をまあ言うちゃあ、強要してるわけですよ。ね。まあおそらくね、強要してないって言うと思います。自由意思やと。 そんなわけないやん。自由意志で、ね。ただでさえ、その、なんていうんかな、同調圧力的なものに、がね、こう、日本なんかは多いからね。だからそう考えるとね、これもはや空の安全をね、ほんまに考えてんかと。ね。うん、その、予防接種がええでと。で、その先ほどの話じゃないですけど、結局ね、こういうこと言わ。 パイロットの方たちが4回目の予防接種を受けましたって言うと、これってね、ニュースになるんですよ。ニュースにね。これ悪いけど、その、東大阪の工場の人が打ちました言うだけ。東大阪の工場の人には悪いけど、ニュースにはならんわね。でもね、パイロットが撃ったって言ったらニュースになるんですよ。なんでかって言うと、 パイロットみたいなすごい仕事の人が売ってんやったら、それは安全やわと思うじゃないですか。これだからね、宣伝のために売たしてんちゃうやろうなっていう、まあ、勘ぐりかもしれないですよ。勘ぐりかもしれないけど、思ってまいますよね。このね、普段のパイロットの皆さんたちの、ほんまに体に気を使うような、この、ね、ことを考えると、いやいや、なんでこれだけ OK なんや,やと。 で、ところが、こんなこと絶対ニュース出てけへんもんね。その疑問点がね。ああ、そうか、パイロットの人が売ってんだやったら大丈夫や。とかね。やっぱりそういう宣伝に使われてま合うわけですよ。で、大抵出てくんのはね、パイロットの方が、なんでや知らんけど、制服で売ってる姿とかね。CA の方がね、ね、えー、制服で売ってるとことか。ね。あれよかったら別に制服やろうでもええやんけどね。あれ制服やないと分かれへんもんね。この人パイロットやって。 ああやっぱそう思うとやっぱり絶対せん、まあね、と思ってまあ、い,い、ます、あ、わね。まあそれでね、今この予防接種なんですけど、3回目以降の接種間隔が、またね、短なったんですよ。5ヶ月以上経たないとダメって言ってたのが、3ヶ月以上に短縮されたんですよ。だから、3回目以降を3回打った人は、次4回目打つときは、 今まで5ヶ月待ってくれ言ったらもう3ヶ月でよろしいという風になったということですよ。でね、これびっくり、まあびっくりするのはね、それを受けて東京都は、これ東京今のね、今月の10月21日、都内の大規模接種会場3カ所で5回目の接種を始めたそうです。5回打たなあかん予防接種ってこれなんなんよと。 ね。日本農園って、ちっこ多い時に一回打ったら、それでも一生打たんでいいじゃないですか。ね。それ思ったらね、その、5回、五回目打たなあかんって。これ多分、あれでしょうよ。どう考えても、2年の間に5回打つということだよね、きっとね。多分、始まった2年前ぐらいでしょ下手したら1年前 ?5 回目ですよ。ほんな これ普通に考えて聞かへんのかいと <laughs>。聞かへんかったんかいと思われても、まあもう、俺はしゃあないと思うけどね。聞けへんくせに、こう、なんか副作用はあんのかいと。で、まあこれあんまり言うとまずいんかもしれんけどね。うーん、だからどうなんやろうな。でも、 ねえ、やっぱりちょっと、ちょっとね、何やろ、売ったあかんというつもりも全然ないんだけど、やっぱりね、先ほどから言うてるパイロットの方たちって、もう超え、超えいいとやから、こう、売ったあかんって言うてるんじゃなくてね、すごい特殊な職業じゃないですか。人の命をもう守ってる。まあ、それから考えたら当然新幹線の運転手さんもそうなんやけどね。 ただ、新幹線っていうのは、先ほど、このパイロットじゃっていうかね、航空業界の方がおっしゃってたみたいに、何かあったら止まれるからね。で例えば、その運転手の方が、例えば何かの反応で、何、まあ、かの病気で、て何でもいいけどね、運転不能になりましたと。例えば、起用いました。ってなったら、多分ね、その中央制御室かなんかで気づいて、多分運転不能になったら止まらなきゃ、通過した、駅通過したり、 結局、スピードが落とすべきところで落とさへんかったりっていうのがあったら、そういうところが止めれるじゃないですか。落ちひんだから。ね。だから、最悪、それによって、乗客の方に何かがあるっていうリスクは、極めて少ないわけじゃないですかね。極めて少ない。まあ、あったらあかんねやけどね。っていうことから考えたら、やっぱりね、止まれん乗り物であるっていうことを指摘されてることはね、これ忘れたらあかんと思いますし、 やっぱり、ちょっと怖なるかなっていうことですよね。ということで、風邪薬すら飲んではいけないパイロットに予防接種というニュースでございました。ヤジルストリートはい。ということで、続いてのニュースでございますけれども、うん、まあ、時代遅ると言われるかもしれませんが、 やばいね、男子は爪襟、ね、女子はセーラー服というのが、まあ、おっちゃんからすると学生服の相場やったというふうに思うんですけれども、まあ、最近ではです、ね、ブレザースーツとかね、非常に多岐に及んでます。で女子の中には進学先の決定理由に制服が可愛いいからというふうなことを挙げる方も。 すごく多いようですね。ですので、そういう、まあ、お子さんって言うと悪いかな。子供さんたちにとってはですね、たかが制服ではないんですよね。うん、というふうに思います。そんなですね、制服もここに来て大きな転換期をね、迎えているようなんですね。それが、LGBTQ などとね、ま、あ言うたら、体と心の性が一致しない生徒さんにね、配慮をしてということ。 なんですが、だから、男子は、まあ、こんな格好、ね。女子はこんな格好っていうような固定概念を取り払う動きがですね、全国的に起きているということなんですね。石川県でも来年度から県内の女子高、女子ちゃうな、県内の中学、高校で女子でもズボンを 男子もスカートを選べる制服の導入を始めるそうですと。その手始めとして、津た町っていう町があるんですかね。津た町にある津たっていうところと津た南の町立に中学校で新しい制服のお披露目が行われたというね、ニュースがありました。でね、この制服は今までの 男子のね、爪襟、ね、えー、学生服、女性は、えー、女子はセラ服っていう服からですね、ブレザー型に変更されてですね、性別を問わずスラックス、スカートを自由に選べるようになっているということなんですね。さらに、ネクタイ、リボンのどちらを選ぶのも自由と完全なジェンダーレスになったということのようです。 両校生徒会の執行部の6人がモデルを務めた新制服は僕の学生時代とは全く違ったですね。おしゃれなもんでしたね。まあ僕もの時も中学校は爪入りでしたからね。もうおしゃれなもんでね。まあだから、学ランよりして、学ラン言うたんね、僕の時ね。まあ学ランよりも そうやったらきっと軽いでしょうね。あの、学ランってね、んや知らんけど重たかったもんね。で、女性もスラックスを選べるという風になったっていうことは、とても良いということで、生徒たちにもね、大変好評だった。そっか、好評なんだ。そうです。しかしですね、この生徒たちがね、映るその新制服の写真にね、うーん、やっぱりね、ちょっとこう、なんていうんですか。違和感。うーん、まあ、 ちょっと偏屈な違和感かもしれないんですけどね。覚えるんですけど、要は何でか言うたら、ブレザーにズボンを履いてるのは男子生徒も女子生徒もいらっしゃるんですよ。で、それで、ブレザーにスカートっていう女子生徒もいらっしゃるんです。で、この3パターンしか、その、映ってないんですよ。 その、あれですよ。あくまで、新制服の、えー、お披露目ね。お披露目で、ジェンダーレスで、ジェンダーレスでも、どの組み合わせでも OK やと言うてんのに、そこに映ってんのは、ブレザーのズボンの男子と女子。で、ブラザーにス、ブレ、ブラザーじゃわ。ブレザーにスカートの女子。しか映ってないんですよ。これね、お披露目やったらね、なんでスカートを履いた男子生徒がいてないんやと。 変更変更かなでもね、おかしいないでしょそれ選べるって言うてんかだから、せやから、結ってその、だいたいね、ジェンダーレスとか言うてるけど、大体のパターンね、このパターンなんですよ。だから、女子が、いわゆる昔の男性の姿、いわゆるパン、ね、うーん、の姿をしてるパターンはあるんやけど、いわゆる男子が、 女性の元の制服の姿。まあ、今回はセーラー服と違うからね。ブレザーですよ。だからブレザー上一緒よ,よ。だから下のねパンツがパンツかスカートかの違いだけ。ほんならやっぱりね、見本やねんやったら、男子生徒にもスカート履かさんとあかんちゃんね。と思うんですけど、どうですほいでね、ここの教育長が 性差に関係なく、要は性の差にね、関係なく、自分らしいものを選び、多様性を認め合うことを学習してほしい、というふうに言うとあるんですけど、それやったら、スカート履いた男の子がいて不思議やないじゃないですか。ねなんでそれ、その、見本として出せへんのかな、と思うんですよね。女性の、まあ、言ったらパンツね、ズボン、姿は、 街中でいくらでも確かにね、見かけますよね。そうやけど男性のスカート姿はないからと。ね。っていうもし理由やったら、これがね、なんで見本にそれをしてないかっていうことやったら、それこそね、性の差別が起きてるんちゃうのと。いうふうに表舞まうのは、変古なおっさんの意見なんですかね。いや、あえてそれを逆に言うと見せたげんと、 あかんんと思いませんもしも自分はそういうスカート履きたいと思っている人のためのこれ制度でしょねえ、まあ、そこは何こう見本として見せずにね見ってるっていうのはなんかほらこう逆に浅漆してるようにしか思われへんやけどな、まあ、まあそもそもね多様性っていうねやったら。 あのね、うちのね、僕が行ってた高校ってそうやったんですけど、制服自体なくしてね、生徒の自由な服装を認める方が、まあよっぽど多様性の尊重になるというふうに思うんですけどね。で、ただ、ただね、これはね、やった人しかわからんと思う。僕どころはね、中学校が爪襟やったんですよ。ね。で、まあ女子はセーラー、いわゆるセーラー服じゃちょっとデザイン違ったんやけどまあまあいわゆるセーラー服ですよ。 でね、高校生は男女ともうち私服やったんですね。でね、それで言うと僕が言うみたいに、それでそのそれぞれの多様性は認めることになるから問題ないと思うんですが、やった経験したから言うと、ね、これね、制服やったらね、毎日何着ていこうとか言うて考えんでええでしょね、だから楽なんですよ。絶対に <laughs>。ほんで、 もっと言うたらね、もう制服なんて、もう何回もね、一年間にボンボコボンボコ買い替えるもんやないから、まあ言うたらみんな土日に洗濯するかクリーニングするかだけして、まあ一週間切っぱなしでしょもっと言うたら、下手したらもう3年間切っぱなしじゃないですか、ある意味でね。だから、もうね、選ぶ間もないしね、逆に言うたらせやから、その、多少汚れ取ろうがね、 どっかがほつれてようが、破れてようが、誰も気にせえへんよんですよ。だからね、そう思ったらね、楽ですよ。だから、うちの高校の女子大変やったんちゃうかな。ね、ま、多分ね、化粧はしてきたらあかんっていうようなこと言われてたような気がするから、ま、それでもやっぱりね、毎日同じ服着ていくわけにもいけへんしね。 うーんまあだから制服ってねそういう意味から言うてもね僕は楽やったなと個人的には思うんですけどまあまあこんなね言うたらこの男女差別うーん何て言うかな意図ではないかもしれんやんけどねまああのなんかねこの男女差別はダメやっていう風潮あるじゃないですかまあまあねでそんな中でねこれまた違うところのニュースなんですけど福岡県では 男子高校生から、上半身裸で体操をさせ、さられた。させられる。させられる。ね。強制される。運動会に対して、伝統の種目,や種目や演目が時代遅れに感じる。嫌な生徒も多いのでやめてほしいと。っていう投稿が新聞社にあったそうなんですよ。ね。こいつも頭使いやったな。これ多分学校に置いてもあかんって言われたんでしょう。 ね。そやからまあ、ゆうちゃ、こういうネタ好きな新聞社、おますわな、おますわな、って、ね、そこに投をしはったわけでしょ。だから、このね、投稿者によると、この体操は、学校独自の、どうもその、いわゆる集団体操のような、ようなもので、男子全員がですね、上半身裸になって、まあ、なんやろ、1、2、3、4とか言ってまあ、声を上げながら、 二三分全員が同じ動きをするというようなものなんだそうですよ。で、これに対して女子も見て恥ずかしいと。友達の中にはガリガリの細い体型や色白の体を気にしている人もいて嫌な思いをしているというのがその反対の理由だったそうですね。まあ、ただこんなもんね。大人になったらね、こんなもん自分が意識するほど周りは誰も見てないとかね。<laughs> 思うんですが、思うんですが、まあ特に、特に男子はね、おっさんはね、まあ女性は違うかもしれないですね。まあこういうことはやっぱり、うん、高んなね、年頃の若者には辛いのかな。うん、それはまあ分からではないんやけどね。ただね、それにしてもね、もうちょっと、年いったね、これ高校生の話やからね。それこそね、それでもうちょっとね、あと数年、こう年齢重ねたらね、 それこそね、リゾート地のね、海とか、ホテル行ったら、まあ言うたらお、女性は派手なビキニやね <laughs> 何。何小さいあれねブーメランパンツ男子はね。みたいな身につけてね、カッポするわけですよ。間違いなく。ね。で、ところが、水泳の授業では、男女一緒は嫌や,やとかね。上半身をラッシュガードで隠させろとか、訴えるという、まあ今時の、まあ、 このね、ねやろな、若い意識って言うてもええんかなちょっ、とまあでもしゃあないんかなとも思います。しゃあないかなとも思うんやけど、もうあと3年ほどだったらぐるっと考え方変わんなけどね。うん、と思ってしまうんですよ。それでね、こうなんかね、この世の中だんだんその男女の差をなくさそうみたいな方向になってるように思ってまうんですよね。あ,あ、それでね、 全然ちょっと関係ない話、男女のさあいうので言うとね、あの、カスタネット。ごめんね、全然話変わるけど、カスタネットね、あれなんで赤と青かってしてありますカスタネット。ね、カスタネットって言ったら、あれ元々はね、スペインの民族音楽の楽器ですよね。スペインのそのなん言うのフラメンコなんかにね、用いられるんですよ。だから、あれ本物はね、実はね、 演奏するの結構難しい、ちゃんとした楽器なんですね。で、それを、まあ、言うたら、子供に簡単に伝えるようにっていうので、日本で開発されたのが、あの、カスタネットの前身に当たるらしいんですけど、ミハルスっていう楽器なんだ。そうなんですよ。で、このミハルスっていう楽器は、このね、これを考案した武道家の 千葉美春さんっていう方が考案されたそうなんですけど、この名前に由来するものなんだそうです。で、その美春を改良して、いわゆる今の教育用のカスタネットっていうのができたそうなんですね。だから、本来はものすごい、こう、まあ、意外とって言ったらあだけど、まあ、いわゆるパーカッション的な、すごいこう、難しい楽器やったものを、 リズムを刻むための楽器っていう風にしていったのが、その、この日本の今のカスタネットで、これは日本にしかないそうなんです。知らんかったでしょ日本にしかないの。ねで,で、じゃあ、まあ、先ほどそっからね、教育に取り、取り込まれていったわけですけど、まあ、もともとその僕が言ってた、なんでカスタネットは片面青で片面赤かっていう話なんですけどね。この時ね、 学校用で、その、リズムの教育になるからええやないかい。ということで、男子には青色のカスタネットを使わせてあげてたそうなんです。それで女子は赤色のカスタネット。だからこう昔はようあったでしょ男の子が好きな色は青色。女の子の好きな色は赤色。こんなもん多分今言うたら怒られるんだろうけどね。それでカスタネットは誕生したんですよ。ね。ところが、ところが。 このね、男女を色分けしてもうたことで、このね、製造業者にとって、めちゃくちゃめんどくさいことが起きたっちゅうんですよあ。何のめんどくさいことが起きたかって言うとね、発注されるカスタネットの数が、男子と女子と当然違うでしょね。一個だけ女子の方が多いとか、二個だけ女子の方が少ないとか。でも当然あるわけじゃないですか。 それがね、在庫の管理がめっちゃめっちゃ大変やったんですって、それで。で、それでどうしたもんじゃろうと考えはったわけですよ。まあ、一番ええのは、これ男女共用、要は男女が使い回せるようにしたら、これもう管理簡単よね。そこの学校にいてる、要は生徒の数だけ納品すらえんやから、これ簡単やな、ということで編み出されたのが、 今の赤と青のカスタネット。これがね、カスタネットの誕生の起源なんですよ。だから、ことの発端は、もともと男子は青が好き。ね。女子は赤が好き。みたいなところが来て、それでやってたら、商品管理大変やんないかい。いうことで、その二つを半々にして引っ付けました。というのが今のカスタネットのね。 赤と青になった理由なんですよ。ね。まあ、何のことを言いたかったかという <laughs> まあ、これだけ言ってくれ、ね、全国に広まっていったわけですけど、このね、やっぱりね、うーん、もう今の世の中、そういうことを言うてるだけできっと時代遅れやって言われるんですよね。間違いなく。だから、今の時代やったら何やろう。ね。 青のカスタネットでも女の子で使いたいって言ってた子きっといてたでしょうしね。赤のカスタネット使いたいって言った男の子もおったでしょう。ねやっぱり青と赤がええとか余計在庫大変になっとったかもしれんよね。まあだから、うん、一色で全然問題なかったというのが今の時代やっちゅうことですよね。まあ、うん、なんかね、だからこう、 男女の差っていうのがもうこの僕が生きてるだけでもだいぶ変わってきたっていうことなんですよ。ほいでね、ごめんなさいね。カスタレットについて、一個だけ、もう一個だけね、豆知識言うと、えっとね、基本的に音に大きな違いはないんですけど、赤が下で青が上になるそうです。これはどうも単位ないと思いますけどね。えー、正しいのは赤が下で青が上と。 ま、これはちょっと覚えておきましょう。ということなんですが、あとね、こんなニュースもありましたよね。えっとね、中国で行われた、これちょっと前のニュースやけどね、全国陸上競技選手会大会の女子400メートルリレーで優勝したナ南女子チームがですね、2位のチームより3秒、えっとね、3秒も早かったらしいんですよ。 3秒も早い3分35秒67で優勝。これおそらくね、こういうリレーなんかで3秒違いって言ったら、もう断地違い、ね、ト突1位で優勝したんですね、このチーム。ところがですね、このチームの選手の写真が当時話題になってですね、まあ、どう見ても、これ何秒かけど、女子400メーリレーの優勝、優勝したところね、どう見ても、 男にしか見えんと。これね、写真見ました。これね、もし女性なら、大験申し訳ないけどね、どう見ても女性には見えない。ね。で、どういうことよ、と。っていうのが、これ内外から話題になって、当然批判も出たみたいなんですよ。あれ、ほんまに女性か、と。ね。で、 これもしかするとね、その今の LGBTQ やないけど、いえ、体は男やけど、その気持ちは女性ですというのあるじゃないですか。そうやけどね、僕ね、それはね、ちゃうと思うんですよ。普段の生活はあってもええよ。普段の生活でね、 うん体はね、その見,見た目は男やけど、気持ちは女性なんですっていうことか、もう100歩以上って普段の生活ならっているやっぱりね、スポーツではね、俺それはやったあかんというふうに思うんですね。で、まあこのことに対して意見がいろいろあるんですけど、男性のトップになれなかった人が、いきなり私は女,女よと、ね、女子選手の枠に入り、えー 結水の女性アスリートの枠を奪ってしまうと。ね。本当にこれで良いのでしょうかもう全くその通りだと思いますよ。これも心が女性ですって言うたら、ええんやろうからね。あとね、僕、この人の意見と全く同意見なんやけど、スポーツは心の競技じゃありません。なので、心がどうかは関係ありません。身体の能力を競うのがスポーツです。とその体の能力を、 揃えないで競技をすることはおかしいです。男女混合のスポーツならまだ理解できますが、というふうに書かれているのがね、僕、この方のご意見がね、僕全く一緒なんですよ、この方のご意見とね。うん、まあ、だから、どうですかね。あの、えー、重量上げのね、選手でもうそういう方いらっしゃいましたけどね。とか、あとバスケット なんか絶対はんよね。そんな、元男子なんか入れたら。俺は思うけど、危ないよね。女性とそんな、なんかやらせたらね。まあね。ちゅうことでね、まあまあ、なんかね、こう、なんか今そのジェンダーっていうこと自体を否定するわけじゃないんだけど、なんかね、違う、なんかちょっと違うと思ってまうんですよね。まあところでね、さっきの、うんと、上半身裸でね、体操させられたと。 それが嫌やとね、訴えた高校ね、男子のニュースやりましたけどね。これね、その男女で権利に差をつっつけられへん現代でね。これもしもですよ。もしも私も上半身裸で体操がしたいっていう女子高生が現れたらどうすんねと。思いませんこれ世の中とかね、校長はね、どう判断するんでしょうかね。 これなんか内前提で話しされているように思いませんさっき言ったスカートを履いてる男子学生がそのいわゆる見本としてねうちの,そのジェンダーフリーでねジェンダーレスでうちの高校のうーん新しい制服かっこいいんですよって言った中にスカート履いた男子入れてへんかったんと僕これね極論やと言われるかもしれないけど同じやと思うんですよ。 いやいやと、なんで男子だけ裸なんですかと。いえ、私も裸でやりたいと、あれ。ね、一緒に。って言うたら、どうするんでしょうかね。いやそれをね、僕は聞いてみたいというふうに思いますよね。ということで、制服で男子は詰め女子はセーラー服の時代は終わってしもたんかという おっさんのの嘆きのニュースでございましたストリート,ト,リートということで「ヤジうストリート」第65弾はいかがでございましたでしょうかこれね最後はねこの前政府はアホ弾かという話なんですけど政府はですね妊娠が分かった女性に対し「 1> 子供1人当たり10万円の出産準備金クーポンを配布する意向を表明しましたというニュースがありましたこれなんでクーポンやねんっちゅうこともあるんやけどねまあまあこのクーポンはね10万円分やからおむつ代や保育料の支払いに使えるもので子育て費用の足しにしてもらいもっと産んでもらおうという狙いなんだそうです。でもほんまアホかと政府は と思いませんそのもっと産んでもらうためやねもっとたくさん子供を産んでねうーん新しいねもっと日本の人口を増やしましょうっていうこれ本気で言うてんやのねやろかね子供はね産んだら終わりやないっちゅうね産んだら始まりやないですかそこから成人するまで成人年齢が18歳になったからまあ18年間ね 最低限親は育てるわけじゃないですか、ね、結局ねそのお子さんを作らない子供を作らない理由がね金銭を上げると金銭の不安を上げるカップルが多いとするならば何が心配や言うたらその将来の教育費を心配しているわけでしょそれをね3歳までしか使えないそれもたった10万円のおまけにクーポン券こんなもんで払拭できる。 はずあんよねこれせめてね例えば18歳までね毎年誕生日が来たら、ね、そのお子さんに100万円支給しますとこれ言うたら嬉しいよねまあねあるいはこの18歳までのね医療費全部ただとかね給食代や制服代ね学用品の費用とかも全部ただっていうねもう完全に教育費無料と。 抜本的な、ね、ことをやらん限り無理ですよどうは、どの頭が10万円のクーポンでもあホちゃうかと思いますよね、まあまあ、そう考えるとね、いまだにね、こんだけいろいろ消費落ち込んでるいうのにね消費税の引き下げも要請んしね、もうなんなら消費税なんか撤廃してしまったらいいんですよ、円高してやら円安になったおかげで、日本の蓄えてるドル売ったら、 こうた時1.5倍なんやから絶対税収増えてるはずなんですよ。ねまあほんまったよんないもん政権やなという最後はおっさんの小言で締めてしまいました。申し訳ございませんが。ということでただいまバックに流れておりますのは「野獣マスリート」のテーマソングでございます「少年の夏」は今少年クラブの皆さんの演奏でお届けを申しております。今回も「集まれ動物の森」スタジオからお届けをいたしました。 ぜひともですねチャンネル登録の方もよろしくお願いを申し上げますということで本日もお聞きいただきまして誠にありがとうございました YouTube ラジオ矢島ストリート次回第66弾でお耳にかかれますそれではさようなら頭をよぎってゆく誰か